ちゃ、こんにちは、さゆたかさん、はい、2024年のプロ野球もキャンプインという形でいよいよ動き出したなというところですけれども、はい、じゃあ今シーズン各チームを引っ張る精神的なものでもいいですし、支柱になるような選手をちょっと12球団ゆたかさんに挙げていただきたいなと。ピックアップな、ピックアップしていただきたい、まあ、本当にいるキャプテンもいると思うんですけど、ゆたかさんが考えるこのチームにはやっぱりこの人が引っ張っていくと、まあ、大体合ってるけどね。まあまあそうですよね、まあ、そんなに大きくは変わらないと思うけども、うん、あとはファンがイメージでこの選手って例えばキャプテンタイプだよねとか、うん、なんかそういうのもあると思うんですよ。でもゆたかさんが考えると、いや実際はこうだよとか、そういうのもあるかもしれないので、ピックアップしていただきたいなと、はい、まず阪神です。まあ阪神は大山だな、うん、やっぱり4番としてどっかり座って、はい、まあ、経験もキャリアも、うん、まあ、備わってきてるというね、うん、まあ、近本でもいいけど、あ、え、うん、それはじゃあその、ね、近本選手と大山選手って全然キャラというか、まあ、両方ともでも人はいいよ、うんうん、あのやっぱりね、人間的に素敵な人じゃないとリーダー立てないよ。まあ、坂本でもいいし、キャッチャー、はい、うん、素敵な人間たくさんいるから、まあまあ、そうそうそう、みんなね、なっちゃいますけれども、そうそうそう、中でもやっぱりそのキャプテンというか精神的支柱に求められることって阪神ではどんなタイプの、やっぱりへこたれないことだよね、うん、阪神、まあ、球団の体質とか考えると、はい、まあ、マスコミとか、まあ、いろいろ多いし、うん、はい、まあ、ヤジも飛んでくるだろうし、うん、まあ、そこでやっぱり精神的に強く、まあ、知恵のある人だよね、はい、まあ、そういう人がいいかなっていうふうに思う。だ、近本とかあんまりやじられたことないと思うけども、大山は結構やじられてきてると思うんだよ、今までで。4番ってますかね。で、まあ、昨年は称賛されたとは思うけども、はい、まあ、そういう苦労を重ねてるのは大山だと思うんだよね。うん、だから大山あたりがあの屈託のない笑顔、うん、素敵だと思うしね、うん、大山でいいんじゃないかなっていうような感じがする。なんか寡黙なイメージあるんですけど、はいはい、実際ってどうなんですか、話して。いや、まあ寡黙のような感じはするけども、うん、やっぱ必要なことはしっかり喋る、伝える、まあ、そういうことができる人間かなっていうふうには思うけどね、うん、はい、じゃあカープは、カープな、はい、まあ、野手ではね、まあ、そんなにピーンとくる、うん、菊池もなんかこう我が道行くみたいな、まあまあ、でも面倒見はいいと思うよ、後輩とかの、うん、まあでも表立ってこうワッとやるっていうよりも、まあ、ちょっと控えてるっていう方かなっていうふうに思うし、うん、いざとなったら菊池が言うのかなとか思うけども、まあ、年齢的に言うのもそうですし、ね、まあ、まあそうだね、年齢的に考えるとね、うん、まあ、それだったらそうだな、大瀬良とか、あ、ピッチャー大瀬良投手か、とかがいいのかなっていうふうには思うけどね、まあ、ベテランというか兄貴分というか、はいはいはい、もうみんなのそんなイメージですよね。まあ、そうだね、うん、まあ、本来だったらもう少しキャッチャーとしてね、余裕が出てくると坂倉とか、うん、まあ、そういう人間がやるといいかなっていうふうには思うけども、うん、今はそうだな、足ではワンチャン松山、あ、やっぱ年齢的にベテランって、まあまあそれもあるし、ね、まあ、人がいいじゃない。そうなんですか。人がいいと思うよ、うん、おばあちゃんなんて言わないよおばあちゃんなんて言わないし、ヒーローインタビューで、あとはそうだな、堂林とか、あ、堂林選手、はい、とかもいいかな。あ、まあ、いるにはいるんだよ、うん、でもまあその中で、まあ、松山なんかいいかもかな、ね、じゃあカープは大瀬良投手ではなく松山選手が精神、まあ、大瀬良ピッチャーってなるとさ、うん、ちょっと外れちゃったりとかするからね、練習とか、まあ、いないっていうね、まあまあ、そうそうそう、うん、だからまあリーダー的に動けるって言ったら松山かなっていう、うん、DeNA、 DeNA は牧でいいんだよね、今年からキャプテン。なんか牧選手ってすごくこうふわーっとしてライトっていう感じ、うん、そう、なんかおちゃらけたりとかっていう面白いっていう、いやいや彼は熱いよ、負けず嫌いだし、はい、もうね一番勝ちたいと思ってるのは牧だと思う。あ、そうなんですか。でキャプテンシーはあるし、はい、いやそれもね映像で抜かれるところもたびたびあると思うんだけど、まあ、気がついてるか気がついてないか別問題として、その打ち終わって凡打して悔しいところで帰って、そしたらすぐ次の選手を鼓舞してる、いやもうね本当キャプテンシーとしたらやっぱりあの一番ある子だと思うし、はい、いいキャプテンになると思うよ。だから自分のことじゃなくて、うん、周りの選手にも気を使えて、気を使うというより勝ちたいんだよやっぱり、だからみんなを引っ張っていくことするんだよ。だからマギが考えてる野球っていうのは厳しいよ。あ、そうなんですか。もう厳しいよ。だからあの子に任しとけば大丈夫だよ。
なんかね、やっぱり WBC の、 あの優勝祝賀会ですごくユニークというか、いやだからあれは勝負のところじゃないから、終わってるところだから、うん、ああいう一面もあり、リーダーがバカになれるという、率先して、はい、だけど勝負に入った時には一番悔しがるというさ、うん、一番いいバランスだと思う。牧選手は意外でした。俺はキャプテンシーとしては評価めちゃくちゃ高い、マキに対しては。だからやっぱ実際試合になると厳しいし、プラスみんな選手をまとめて自分が引っ張っていくみたいな感じのタイプでもあるんですか。で、タカが外れたらバカになれる。あ、最高だよ。確かにそうですね、うん、タカが外れなくてこうやって、かっこつけて、かっこつけてるやつなんかお前もう見てて、うん、もうちょっとなんかやろうよみたいななるけど、ね、もう率先してやるからな。あ、そうなんですね。そう最高だよ。意外でした、うん、さあ巨人です。まあ巨人はもう、うん、まあまあ、飛ばしますか。巨人は飛ばしてもいいぐらいだよ。坂本しかいないでしょう。ああ、そうなのか。だからその岡本が言ったことを坂本が支えるというね、うん、まあ、そういうことには多分なると思うけども、まあ実質キャプテンというのは岡本になってるけども、はい、やっぱり何かあった時のためはあの坂本がいるよね。坂本以外ないでしょ。ダメかよ。いや、いいですよ。いいでしょ。いいですね。意義ある人ないですよ。ないでしょ。そう、坂本おじさんなので、ここで坂本選手以外って名前出てもなんかね、それは全部却下するから確かに、うん、まあでもね、若くして長野選手から引き継いだんでしたっけ、昔、その昔、その時にそんなできないみたいなご本人は言っていたけれども、もうね、今や年齢的にももうベテランの域になったっていう。いや、だからその率先して表立って引っ張っていこうとはしないけども、うん、岡本の支えにはなってるよね。あ、絶対に。そうです、ね、何かあった時には坂本さんがいるっていうね、うん、まあ、そういうもう本当にこう選手の中の大御所というかさ、うん、まあ、そんな感じで貫禄あるよね。若手選手がちょっと伸び悩んでたり落ち込んでる時に何かアドバイスしてあげたりとか、聞きに行ったら教えてあげたりとか。まあそうだな、うん、確かにそうですね、うん、さあヤクルトです。ヤクルトはやっぱり村上じゃないかなっていうふうに思うよね。そうですね。まあ、松井はどちらかというとこう背中で引っ張るというかさ、うん、まあ、そんな感じはするけども、村上は表立ってやろうぜみたいな、こういうことは平気で言える人は、ね、貴重だよ、うんうん、若いけどっていう、若いけど引っ張っていくというね、うん、だから村上以外はちょっと考えられない。いや、だから去年のシーズン、一昨年のシーズン、やっぱりね、内野でピッチャーのとこ行ったり、あと何か抗議するときは一番分かるのに、まあ、そう、先に抗議したりとか、そういう勇気もあるしね、うん、だからリーダーとしての資質っていうのはすごく感じるし、うん、だから彼に任しときは間違いないと思うけどな。そうですよね、うん、なんかそれをこう見守ってるのが青木選手みたいな。まあまあそうだね、はい、あまり行き過ぎるとかってちょっと引っ張るとかね、まあ、そういうことはあるにしても、うん、でもベテランでも彼が一生懸命やろうとしてることは後押ししてくれるんじゃない。そうでしょうね、きっと。そうだね、うん、で山田もキャプテンマークはつけてるかもわからないけども、うん、村上のことはこう立てるという、ね、うんうん、まあ、そういうことができる人だよね、テストもね。そうですね。なんだよ、偉そうにとは言わない、うん、村上、お前がやりたければお前が引っ張っていけるみたいな、うん、そうやってね、譲れる人だから、うん、まあ、いいバランスでやると思う。ですね、うん、中日は、中日は中田だな、まあね、まあ、今までね、生え抜きでいる人はいると思うんだけども、うん、やっぱ中田にはやっぱ変えてほしいな。その変えてほしいっていう願望も込めて、うんうん、戦う姿勢はあるにしてもやっぱね、こう悔しさだとか、うん、戦うこう、これ言っていいのかは分からないけども、はい、立浪監督が、うん、お前戦う顔してないって、 ありましたね、まあ、そういう事件があったと思うんだけど、はい、まあ、まさしく中田が戦う顔をして戦うよ、うん、だからああいうのを見本としてやっぱり勝負事だからさ、うん、その慣れ合いじゃないから、うん、だからまあそこら辺はね、あの中田が悔しがる顔とかそういうことはこう学んでほしいし、取り立てでやっぱり移籍だからさ、はい、急にはね、やっぱチームっていうよりもやっぱまずは自分の成績って、うん、考えると思うんだよね。だから、まあ、中田がどういう表情とかどういう悔しがりだとか、まあ、そういうことをねやっぱ学んでほしいなと思う、ね、周りの選手たちが中田選手の姿を見て、そうね、まあ、それと見本になるような、まあ、行動言動、うん、まあ、そういうことを中田には求めるな。でもさっき話していた牧選手はみんなを一緒にこう引っ張っていってみんなでっていうタイプ、
一方中田翔選手は、いやでも牧は厳しいのはやってないやつは絶対できないと思うから置いてきぼりするよ、うん、あそうなんですね、うん、厳しい、いやいやお前来なくていいから、うん、牧はそういうタイプだよ、あれ本話か見えてるけど、うん、内面厳しいから、本当勝負に対しては厳しいからあの子は。だからお前努力も何もやってない、ね、ただついてくるだけついてくるって、そんなんいいからって、うん、戦えるやつだけついてきてみたいな、まあ、そんな感じだよね。ですよね、うん、中田選手はどっちかというと一匹狼的な俺の姿だったんだけど、まあ、だけどその立場を考えるとね、うん、やっぱりそれは変わっていってほしいし、うん、またその移籍して中日に求められていることっていうのは、うん、ジャイアンツというのはリーダーにもならなくてもいいし、ホームランを打たなくても岡本が打ってくれたんだよ、はい、だから居心地は良かったと思うんだよ、うん、負担がないから、はい、でもあえて負担を求めて中日に行ったわけだから、うん、この辺はまず最初にリーダー的には引っ張れないかもわからないけども、結果を残してほしいなと思うよね、うん、そしたら中田という存在が立ってくると思うんだよね。そうですよね、うん、中田選手が引っ張る中日っていう風になる。そうだな、まあその中田がミスタードラゴンズに、うん、まあ、なれるかならないかは大きいよね。そうですね、うん、さあパリーグオリックスですけれども、はい、オリックスの精神的支柱というかキャプテンというか頓宮だなあ、そうか頓宮さんとか若月選手とかではなくてっていう、若月は一歩控えるタイプだよね、うん、だからピッチャーを本当に立てるキャッチャーだし、だ一歩引いて考えられる人、うん、まあ、頓宮というのは何て言うんだっけ、よっしゃーじゃなくて、うん、アイサーだっけ、なんかあるよね、はい、そういうところでこう明るいし、うん、性格いいし、うん、で結果もついてきてるし、うん、こう俺も4番打ちたいみたいなこともはっきり言ってるしね、うん、ああいう人間がこうチームを引っ張ってくれるといいなと思う。またラオウでもないなんか、だからラオウは一時期ねそういう立場にはいたけども、うん、もうやっぱ頓宮が出てきたから頓宮、うん、でいいのかなっていうふうには思うけど、うん、ね、やっぱオリックスってすごくいい雰囲気の中、そうだね、っていうチームっていうイメージがあるので、うん、なんかだからイメージよくしてるのも頓宮がそれ絡んでるからみたいな、まあ首位打者も取ってね、うん、結果もついてきてるから、うん、まあここら辺で頓宮のチームにしないとダメだね。そうです、ロッテは、ロッテな、まあ、中村だけどもう中村じゃなくて、まあ、例えば安田だとか、あそういう風になってこなきゃいけないんだけどね、まあ、本来はね、なかなかこうバラついてるよね。そうなんですよね、だからちょっと難しいなロッテはな、やっぱこうリーダー的な人間が出てくるとね、まあ、非常にいいんだけど、まあ、その中村なんか持ってるんだけどさ、昨年悪かっただけに今年にかけてることっていうのはあるだろうし、だからまあ人のことっていうよりも自分のことになる、うん、だからそうだな、藤岡っていうのもな、うん、出れなくなる可能性もあるしな。そうですね、だから難しいな。なんか昔で言うとロッテって言うと西岡剛選手、まあまあそうですね、っていうなんかやっぱりイメージがあって、そういうなんかこう明らかに引っ張っていくとかムードメーカーっていう選手がなかなか今、まあ、本来だったら、まあ、大木野であったり角中であったりしてもいいんだけど、うんうん、あまりちょっとベテランすぎるからね。そうですね、だからそこをこう期待するのはちょっと酷かなっていう、うん、じゃあ田村っていう風になってくると、うん、田村がちょっと線が弱いかなっていうようなあ、まあ、そんな感じもするし、はい、やっぱ中村が一番いいんだよね。まあそうですね、中村翔吾選手、うん、ね、うん、ただ見てるとおとなしいからね、人がいいというか一歩引くというか、はい、そういうところがあるからね、まあ、本来そうだな、成長したら藤原とか、ああいいですね、まあ、ああいう人間がね、うん、やんちゃっぽい人間がこうガンガン引っ張っていくといいとは思うけどもね、うん、まあまだちょっとこの人っていうのはなかなかいないかな。じゃあロッテだけはちょっとなんかイメージしづらい、まあ、まあ投手の中で言えば増田とかね、はい、まあ、ああいう人が兄貴分でいるけどもね、うん、でもなかなかなやっぱ難しいじゃん、ピッチャーってピンとこないんだよね、あのリーダーという意味でもね、確かに、うん、まあ、ロッテはちょっと難しいな、ね、ソフトバンクはどうですか。今宮が俺は一番いいと思う。ただ今宮もちょっと引く感じなんだよね、だからまあ柳田とか、うん、そうですね、あそういう風になっちゃうんだろうけども、まあコンちゃんも移籍してもう自分のチームになったと思えばコンちゃんでもいいんだよね、うんうん、
ただやっぱりね、外から出てきて2年目なかなか難しいよね。まあそうですね、ちょっと遠慮があるしな、うん、だからそうかな、まあ甲斐とか栗原とか、はい、まあ候補はいっぱいいるけど、まあ、中村とかね、はい、でもそうだな、まあ柳田が負けたら俺のせいにしていいからみたいな、うんまあ、ああいうことは平気で言えるような自分が責任をかぶるみたいなね、うん、ああいう言い方ができるっていうことを考えると、まあ、柳田に託すかなっていうふうに思う。そうね、負けたら自分のせいって、なんかもう監督のような感じですよね。だからもうそうしたら俺が全部悪いから、うん、打てなかった俺も悪いだろうしみたいな、うんまあ、そういうことも含めて、はいまあ、柳田かなというふうには思うよね、うん、楽天はどうですか。楽天はもう浅村、あそこもう一択ですか。あ、うん、浅村しかいないだろう。だから平均的に試合ずっと成績を残して浅村がよし行くぞみたいな言ったらみんながついてくる。ただ浅村がそういうタイプになってくれないとな、うん、確かにそうですね、うん、自ら引っ張るっていう、うん、だから一番説得力があるのはやっぱ浅村だと思う、うん、ただ浅村選手のこう次出てこなきゃいけない、例えば小深田選手が将来的にはとか。そうだな、うん、盗塁王って意外とわがままな人間が多いんで。そうなんですか。まあ俺もそうだし、うん、吉子さんもそうでしょ、うん、わがままじゃないと走れないもんね。まあそうですね、うんうん、言っていいとは言ってもわがままなやつが多いから意外と盗塁王っても向かないかもからあ、じゃあやっぱり4番だったりとかクリーンアップ打つ。そうだな、まあ浅村選手か。そうしたらそれがもう面白いのが打点を取った島内、島内面白いから、はい、あの子のユーモアは素晴らしく面白いよ、素敵だよ。でもやっぱなんか和ませるというか、和ませるというキャプテンとして支柱として、でもそれが必要かっていうと必要じゃないんだけど、はい、まああの子とかもいいよね。へえ、うん、まあ面白いよ。ただまあ楽天を考えた時にやっぱ勝っていかなきゃいけない、そういう時にやっぱ浅村だろうな。そうですね、イメージとしては。西武は、西武な、まあ源田でいいんじゃない。あ、源田選手、うん、そうですね、源田は人いいしな、うん、ただねちょっと弱いんだよね言葉が。まあ実際にそういう勝負に入った時に源田の言動というのは聞いたり 見たりとかしてないかわからないけども、うん、おそらくタイプ的にはやりましょうみたいな感じだと思うんだよ、うん、やろうぜじゃないと思うんだよ、うん、人がいいだけに、うん、これがやろうぜに変わった時に源田のチームに本当になるし、強いリーダーが出てきたっていうふうなことは感じるのかなと思うけどね。もう大ベテランですけど栗山選手、いやもうそれはもうおかわり君とこうねどっかりと構えてチンタしてるみたいな、そういうふうなのを見ておくタイプだから。まあそうですよね、そこまで負担かけないかも。そうですね、源ちゃんね、源ちゃん、源ちゃん頑張らないと。ああそうか、でゆくゆくは古賀かなと思うんだよね。キャッチャーの古賀選手、うん、この子はなんかものすごくやっぱ人間的にもいいし、はい、まあ源ちゃんもそうだけど古賀もそうだよね、うん、だからそういうふうに譲り渡っていくといいなって思うけど、うんうん、最後日本ハム、日本ハムな、まあ現時点では松郷かなっていうふうには思うけど、うんはい、やっぱもう満中にやらせたらどうやと思うよね。万波選手、うん、でも人のことを考え出したらあの子はこう触れなくなってくるかもわからないし、ああそういうタイプではもしかしたらないのかもですよね。だから、まあ、自由にやんちゃでいてくれっていうふうに、うんまあ、願うよね。でも清宮選手と、いや清宮でもいいと思うんだよ、うんうん、だけどちょっと荒々しさが足りないかなっていう感じがするね。ああまあまあそうですね、やっぱねチームをこれから強くしていこうとするときにやっぱカリスマ性があるやつがいいんだよね、うん、間違っても正しくてもいや俺が絶対引っ張ってやるみたいな、はい、そういう強引さが俺は必要だと思う、うん、清宮は育ちが良すぎるそうですね、ああなんかそうですね、もうだそういうのに関してだったら、うん、今川いや確かに一軍にいて、いたらキャプテンだあの子に実績をつけて、うん、よし今川お前チーム引っ張られてって言ったら、うん、分かりましたって笑顔で引っ張っていくと思うんだよ。そうですよね、まあ、育ちが悪いとかそんなんじゃなくて、はい、わかります、わからないけど、もう育ちはね。だけど清宮の場合はちょっと育ちが良すぎるから、うん、で満中の場合は満中でもいいんだけど、
マンチはなんか他のことを意識させるよりは、うん、今その伸び盛りで自分のことに専念させた方が伸びるかなっていう。そうですね。だからまあそういうところもあるしね、うん、だからその中ではやっぱもう松郷かなっていうふうには思うけどね、うん、今が選手ではなくて今からまず一軍に来ない。そうですね、そうですよね、うん、その資格はないよね。まあそうですね、厳しい二軍に行くとか言っててもあれ何力んでんのみたいな思われちゃうから。そうですね、まず上がることってことですもんね。そうそうそう、まあね、12球団の、まあ、精神的支柱というか、はい、ピックアップしていただきましたけれども、はい、まあ、そういった選手たちがね今年も中心になって、まあ、あのね、やっぱりリーダーの成績ってすごく大きいから、うん、チームに、はい、うん、それと引っ張る上で言葉を失わないっていうのは、うん、数字を上げていくっていうことだからさ、はい、だからやっぱこう強いチームにはいいリーダーがいるし、うん、リーダーがいたら強いから、うん、やっぱその強さをこう勝ち取るためにも、はい、やっぱり今名前を挙げた人たちはね頑張ってほしいと思うな。はい、はい。